て披露いたしますのは、2023年度演舞喝采。京都府北部に伝わる大江山の鬼伝説を題材としています。舞台は平安時代中期の京都。京の都は平和な時代を迎え、繁栄のさなかにありました。しかし嵐とともに大江山の主天道寺率いる鬼たちが現れ、都の美しい娘たちを大江山へさらっていきました。絶望に包まれる中で立ち上がったのは武将源頼光率いる武士たち。彼らは戦火に包まれる大江山で命を懸けて戦いました。18期と19期揃っているという喝采はこの演舞の最後です。悔いの残らぬよう全身全霊で演舞いたします。一人の戦に命を懸けて未来を導くしるべとなれ。それではよろしくお願いします。都をかくれ、早く城に乗って迫りくる。